売店は年中途中です。お前たちは昨夜 SRB でメンテナンスの義務が予定されていたはず。何か報告したいことは？いや、僕だ。暗号化されたメッセージを送ったのは君か。どうやって暗号化した？地表にトリニティを解読できる者がいるとは思っていなかった。あの暗号化アルゴリズムのことだ。誰なんだ？リアム・ビネー。父親は人造人間の開発を行っている。君は名乗らなくてもわかる。トリニティというのは？トリニティは暗号化システムだ。暗号または暗号化キーで細かく分割する。解読するには複数のかけらが正しい順序で必要になる。私が逃がした人造人間にはトリニティのかけらは埋め込んだ。大きな賭けだったが、どこかの善良なサマリア人が集めてくれることを期待していた。友人の何でも屋のトムが暗号を解読した。それを可能にするハードウェアを持っていたに違いない。驚きだ。送られてきたメッセージは友人だった。あれはどういう意味だ？レールロードがパトリオットという人を探しに来た。あんたのことだ。何？レールロード？あのレールロードか？彼らが私にもコードネームを？誰かが助けてくれると信じて、私は人造人間を地表に送り続けていた。レールロードが保護してくれることを願っていたが、確信はなかった。なぜ人造人間を助けてる？最初は逃がすことができるかどうかを知りたかった。挑戦だったんだ。でもその後、人造人間は自分たちと同じだと気づいた。自由を奪われている以外は、逃げることを望む者たちは助けようと決めた。彼らがより良い人生を送れるようにね。どうやって彼らを逃がした？ハッキングだよ。局は優秀な人材をハードサイエンスに集めている。ターミナルセキュリティに貴重な人材を割くなんて無駄だろ。 SRB は例外だ。そして不運なことに、どの人造人間が地表に行くかは彼らが管理している。でもバイオサイエンスが要請する偽の命令によって、選ばれた人造人間を地表に送ることができる。そしてレールロードが彼らを待っていたと知って驚いている。多くの人造人間を救った。頭を整理させてくれ。待って、君の協力があれば可能になる計画がある。一度に多くの人造人間を救える。だが助けが必要だ。彼は今どこで働いている？よし、ウエスタードリームに行こう。今は別の話をするのが最善だと思う。地表は生き地獄だと私の父は考えている。だがそれは間違いだ。君は前向きな普通の人間に見える、うん、悪気はないんだ。実際に地表を生活できるまともな場所にできるかどうかは私にはわからない。だからといって助ける努力をしなくてもいいということにはならない。こんにちは。Z114、私だ。さあ、何かお困りですか？大丈夫だ、Z1。彼は友人だ。レールロードから来た。ここで会うのは危険です。それに不審者と一緒にいる。あなたを信じてもいいという根拠は？レールロードのメンバーは全員、人造人間の自由のために命を懸けて戦ってる。私は、味方はミスター・ビネーだけだと思っていた。あなたの友人も私たちのために？それがレールロードの活動だ、Z1。彼は地表から来た。あなた以外にも助けてくれようとする人間が。しかし、話すなら急いでください。今現在、逃亡を望む人造人間は何人だ、Z1？ 正確に把握しているのは13人です。普通の方法じゃ時間がかかる。その13人を一度に解放しよう。仲間のためなら何でもやります。しかし、どうやって彼らをテレポーターに？そこへ続く古いメンテナンストンネルは常に封鎖されています、 SRB によって。封鎖しているドアを開くことができたら、人造人間たちをテレポーターの部屋に連れて行けるか？はい、後で話しましょう。もっと安全な場所で。警備の厳重なドアをいくつか開くだけだ。 SRB の最新鋭セキュリティテクノロジーで管理されている。正面からのハッキングじゃ無理だ。横から攻めよう。 Z1
手を貸してくれるんだろ。一人では無理だ。具体的に何をすればいい？セキュリティ構造の主要な部分は CIT の時代から根本的には変わっていない。オリジナルのセキュリティプログラムはコードディフェンダーと呼ばれていた革新的なプログラムだ。バージョン1で動いているターミナルが今も保管されている。うまくやれば古いターミナルを新しいセキュリティターミナルにつなげることができる。ドアくらいなら開けられるはず。問題なのは私にはバージョン1さえ解読できない。だから昔のユーザーネームとパスワードが必要なんだが、インスティチュートの内部にはない。君が地表で戦前に使われていた管理パスワードを見つけることができればログインできる。どこに行けば見つかる？残念だが私にはわからない。具体的な場所は不明だ。 CIT の廃墟は数年前に一掃された。だが管理者の何人かはキャンパスで生計を立てなければならなかった。レールロードの友人に聞いてみてくれ。ログイン認証情報が必要だ。見ろ、フィクサーだ。フィクサーが戻った。ハムが君を部屋に呼んでいるよ。ああ、無事ね。よかった。言っただろ、デズ。分子安定化マトリックスなら大丈夫だって。笑わせないで。昨日は不安に思ってたくせに、あなたが無事で本当によかった。うまくいった？インスティチュートの内部に入れたの？インスティチュートのリーダーに会った。そして彼が息子だと分かった。何？小さな子供じゃなかったの？まだ動揺している。そうね。あなたの苦労は私には想像できない。息子との再会とは別にパトリオットにも会ったの？トムのホロテープは使えた？パトリオットに会った。彼の名前はリアム・ビネー。あなたならやってくれると思っていた。内部で手に入れた全ての情報が必要になる。パムのターミナルに関する詳細な報告書を作成してちょうだい。それを分析して次の一手を考える。すぐに始めて。何でも屋のトムが何か作っている。前回よりうまくいく。その無用のガラクサを吐く。運ばせないでくれ。パム、予備分析は完了しています。他にやるべきことはある？はい。コードネームパトリオットがコードディフェンダーセキュリティソフトの認証情報を求めています。 CIT のセキュリティ管理者と2077年の連邦の人口調査記録を相互参照中。崩壊していない建造物で絞り込みます。適合者が1名います。バーグマン・ウィルフレッド。バーグマン・ウィルフレッドはケンブリッジポリマー研究所の共同所有者として登録。ログイン認証情報がこの施設で見つかる可能性は 81% です。ケンブリッジポリマーに何がある？ケンブリッジポリマー研究所 LLC はいくつかの有効な軍事契約を結んでいました。専門はロボット工学です。この一帯は現在最も危険なエリアに分類されています。パスワードを手に入れたら報告しに戻ってちょうだい。運が良ければそれまでに計画を立てておくわ。
半分くらいはすでに知っているけど、ことが大きすぎてもう秘密にしてくれとは言えないわ。噂は本当よ。我々のエージェントの一人がインスティチュート潜入に成功したわ。何でも屋のトムが取り掛かってたのはこれ？ええ、トムはこの仕事に関わってる。ただ装置の組み立てはワンダラーが手配してるわ。装置の組み立てが完了した後、彼はインスティチュートに潜入してその後出てきたわ。インスティチュートはどこにあったの？詳しくはわからないの。最も有力な推測は、奴らが出入りするのに古い CIT 化のどこかでテレポテーション装置を使用していること。居場所はどこでもあり得るわ。何がわかったの？みんな聞きたいことがあるのはわかってる。でも言えることはここまでよ。ただみんなが計画して今実行している軍事作戦は、我々の命を守るのに一番大事だってことを分かっていてくれ。これまで我々が夢見てきたよりもっと多くの人造人間を助け出すチャンスがあるわ。だから実現するのよ。パムが君を部屋に呼んでいるよ。素晴らしい。あなたの報告書を確認した。内容は素晴らしかった。欠けていた数多くのパズルのピースがぴったりと収まった。最終分析によると、インスティチュートは私たちが想像していたよりもはるかに恐ろしい組織のようね。集団脱出を実行した場合、パトリオットの13人が私たちが救う最後の人造人間になるに違いないわ。だから私たちはこのチャンスを使って全ての人造人間を救う、一人残らず。そんなことが可能なのか？パトリオットの脱出計画をスケールアップすればいい。できなければ状況に応じて対応する。インスティチュートは戦わずに奴隷を逃がしたりはしない。私たちの問題は人数が足りないこと。たとえエージェントを全員集めたとしても、インスティチュートが相手では長くは持ちこたえられない。 Z-114 と話して、人造人間たちが自由を求めているなら彼らは命を懸けて戦い、それを得るしかない。人造人間が加勢すればインスティチュートと戦えるのか？数では科学者より人造人間の方が圧倒的に多い。十分な人数が反旗を翻せば未曾有の混乱が起こる。その混乱に乗じてできる限り多くの人造人間を避難させる。絶対にうまくいくわ。パトリオットには借りがあるけど、どれだけ本気なのかがわからない。彼にはインスティチュートと戦ってまで人造人間を解放する気はないかもしれない。だから必要な協力を得たら自由にさせればいい。気をつけて、私たちがついてる。理論的限界は破られない。急いで話してください。発見される危険は犯せません。準備はできています。話していた13人を配置につけることができます。しかし教えてください、ミスター・ビネーの作戦はうまくいくと思いますか？どうしようか迷っている。仲間のためなら私は全てを捧げます。ただミスター・ビネーは信用していますが、最も頼れるわけではない。今回の作戦はとても危険です。このチャンスを生かして全員を救う作戦がある。だがそのためには人造人間にも戦ってもらわなければならない。ミスター・ビネーの作戦は野心的すぎると思いました。もちろん私は自由のために戦う。一緒に戦ってくれるかもしれない仲間も何人かいます。でもそれで全ての衛兵と戦えますか？あるいは堂々と科学者に立ち向かえば加勢する仲間が増えるかもしれない。そうです、たとえ多くの者が戦いに参加しなくても、この機会をずっと待っていた者が他にもたくさんいるはずです。しかし協力せずに敵対してくる人造人間にも備える必要があります。みんなが自由を求める。必要なのはそれを手にするためのチャンスだ。あなたと同じ影響力がレールロードにもあるなら、それを恐れる SRB は賢明です。私たちは仲間に機会を与える。そうすれば彼らはついてきます。ミスター・ビネーを敬服していますが、この作戦のことは話せません。彼の仲間と戦うわけですから、仲間に話します。明日ここで会いましょう。もし私が現れなければ、最悪の事態を想定してください。
君は自分の役割を果たしてくれた。次は私の番だ。リアム、ユーザーネームとパスワードを手に入れた。レールロードの連中は本当に頼りになる。大昔のテクノロジーを現代のターミナルに接続するにはかなり時間がかかる。たとえパスワードがあっても渡してくれればすぐに始める。最新の注意を要する作戦だ。戦闘が避けられない場合はどうする？いい質問だ。そういう状況に陥ったら作戦を中止して別のチャンスを待つ。誰の命も危険にさらすことはできない。もっと多くの人造人間を救うことはできるか？信用することができる人造人間はあの13人だけだ。欲張って非協力的な人造人間を取り込むと計画全体を潰される可能性がある。使ってくれ。よし、聞いてくれ。頼みがある。 Z114 はアトリウムで働いている。彼をアップデートしてくれるか？君がする方が安全だ。ファーザーはすごい。君としてはさぞや誇らしいだろう。自由を手に入れるために戦うか仲間に聞きました。志願者の人数に驚きました。おそらく戦いが始まればさらに多くの仲間が加わるでしょう。しかし武器がなければ戦ってもすぐに殺されます。多くの人造人間がそうです。適切な素材があれば粗雑な道具は作れますが実用的な武器は作れません。残念ながらいくつかの重要な材料が不足しています。重要な材料とは？火薬、レーザー収束クリスタル、その他のものもいくつか。武器を盗めばいい？全ての軍需品は SRB によって厳重に管理されています。たとえ持ち出すことができても気づかれるでしょう。何に対してもサプライズは不可欠です。それで？インスティチュートは常に拡大しています。ある中断行動の掘削作業がちょうど完了しました。掘削の道具は箱の中に入れられそのまま置かれています。あの道具が手に入れば私たちの必要なものは全て揃います。ミスター・ビレーの手配によって掘削作業を行っているのは全員私の仲間です。ですが彼らは常に監視されています。衛兵を殺すことについてどう思いますか？監視しているのは？多くの初期型人造人間です。障害になりますか？そうする。ありがとう。あなたが衛兵を片付けたら私たちは必需品を動かし後ろのトンネルを爆破します。 SRB にとっては多くの人造人間を失う掘削現場での悲惨な事故、珍しいことですがない話ではありません。そうすれば私たちの死んだ友人が必要な武器を集めることができます。幸運を。エネルギー消費は最小限にすること。プライマリーレベルが、また状況が変わりました。コードレッドです。何？2週間で3度目だぞ。なんて、なぜこんなことが。システムの欠陥だと思います。知らない。揃いも揃っていいや。何かわからないですが、そこにいるのは…応戦します。シャツと…今すぐ立ち去ってください。すぐにここは瓦礫に埋もれます。Z1 の計画を思い出そう、仲間たち。使えるものは全て持ち去るべきです。特に箱は。
ドクター・オーマンの常温核融合のレクチャーはまさに目から鱗だった。あなたは役割を果たした。次は私たちの番です。すぐに武器の製造を開始します。何か問題が？警報は鳴っていません。仲間たちは必要なものを手に入れる時間が十分ある上、痕跡を残さず終わらせるでしょう。リアムについては？リアムがターミナルを使えるようにしてくれました。必要になったら彼が操作してくれるでしょう。私がリアムを引き止めます。可能なら彼を避けるべきです。私たちの計画に彼が気づいたら報告される恐れがあります。スタートは順調だ。残っている最大の難題はこの秘密を SRB に知られないようにすることです。だから私たちは用心しています。そのため時間がかかります。今は指導者との仕事を続けてください。彼に疑いを持たれるわけにはいきません。仲間たちの準備が整ったら連絡します。